続いてはベタな富山の自撮り旅です。あれ、田原さん昨日取材行ってませんでした？そうなんです、昨日高岡の土定番のお店に取材に行ってきました。今日のキーワードはカツ丼と大人様です。この店頭のサンプル、ザ大衆食堂感出てます。店内入るとテーブル席が6席ありますね。カウンター席は3席あります。ますや食堂は変わらぬ美味しさで幅広い世代に愛され続けている昭和32年創業の人気店です。今は初代の息子さん、2代目の増田隆さんがお店の味を守っています。お待たせしました。はい、カツ丼です。ありがとうございます。はい、どうぞ。わー、わー、美しいカツ丼です。創業当時からの一番人気、多い時でお客さんの8割から注文を受けるカツ丼を何はともあれいただきます。美味しそう。うん、うん、衣もめちゃくちゃサクサクですね。でもお肉はジューシーでしっとり感強いですよね。そうですね、富山県産の豚ロースを使ってるんです。噛むと旨味がじゅわりって感じで出てきま す, うす、ね、うん、油はもうちょっと甘みがあって美味しいと思います。はい、食材はそのほとんどが富山県産。お米は県産コシヒカリ、卵も豚ロースも富山生まれにこだわっています。そうですか。県内産の肉でもお米でもやっぱり美味しいですし、創業当時からずっと使っています。お店を創業したのは初代の増田喜六さんと明子さん。当時はカツ丼の他にもぜんざいも人気メニューだったそうです。一番右にあります。継いだ時は同じ味じゃないとっていう気持ちでおったんですけど、やっぱり味を守りつつ美味しくしたいって、でお客様に喜んでもらうのがなんか味を受け継ぐっていうことなんじゃないかなっていうふうに思います。お店の2番人気は洋食のど定番オムライス。私も大好き。その小さいサイズと手作りハンバーグに大ぶりでサクサクのエビフライと唐揚げが3つ。あ、何これ。他にもスパゲティやポテトサラダも乗ったお子様ランチも人気です。お子様にしてはもうボリュームが、ね、ボリュームがあります。え、結構どころじゃなくて確かに結構大人様ですねですよね。え、これ本当にお子様ランチですか？はい、そうです。このケチャップライスがちょっと酸味あって美味しいです。結構卵をたっぷり使うので割としっかりした味付けになってると思います。あの卵で包まれてるけど中はすごくパラパラっとした。そうですね、結構しっかり炒めていますね。だいたい 4,50 年ぐらい前出てきたんですけど、5月1日の高岡の三車山祭り、はい、その時になんかお客様の要望でお子様用の御膳みたいなのが作ってくれないかっていうのがあって、はい、そこが最初だというふうに聞いています。三車山のきっかけ。皆さん、ごちそうさまでした。自由の皆さんも、はい、チーズ。素敵な笑顔、うん、あのお子様ランチって大人も頼めるんですか？はい、あ、大人も注文 OK とのことでした。すごいボリュームでしたね。はい、中に入っているエビフライのマヨネーズも自家製なんですけど、手作りにもこだわっているところが人気の秘密なんだろうなと感じました。カツもサクサクですもんね。そうなんです、注文入ってから一つ一つ丁寧に揚げているとのことです。ベタな富山の自撮り旅でした。